はい。皆さん、こんばんは。オレゴントレール実況プレイへようこそいらっしゃいました。本日は、このランデブーを解禁するために、西へというシナリオをクリアしていきたいと思っています。西へ。さなえ。<laughs> そして、コントローラーが固まっている。どうしたりいい。動いた <laughs> 動きましたか。よし。そしたら、えっ、ー、と、これか。西へ。長さ、一区間。 アニーハーフムーンと父親のジョンは行方不明になった家族を探しています西へと探索の旅を続ける彼らを一体何が待ち受けているのでしょうか本日の物語は西へ。 アニー。1835年の3月です。朝になり、ジョン・ハーフムーンが娘を起こしています。二人は大切な人を探すため、プラット川に沿ってしばらく旅を続けています。現在、二人は最初の目的地のすぐ近くまで来ています。起きなさい、アニー。今日は 日が落ちる前にポーニー族の村に着かなきゃいけないんだそれにはずいぶん頑張らないといけないぞぐずぐずしている暇はない起きたああむにゃ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 朝なの体が土地を通してくれるといいんだがということで話す 二人は所持品をまとめ八重樹を出る準備を整えましたではまずジョンジョン・ハーフムーンお前の兄さんはポーニー族と一緒にいるんだろうかそこで彼を見つけることができれば今後の旅はかなり楽になるんだがでアニー自分たちだけで旅を続けられるかしらこの辺りの土地はこれまでとはだいぶ違うようだわ お互いいに助け合いながら進もうそれにお前の兄さんがこの道を通ったならこのまま先を進むしかないポーニー族の人々に助けを求めてみようもしかしたら彼を見かけたかもしれない最初のばあちゃんの陶器の移動が1825年だったんで10年前だよね。で、えー、1833年ブラックビーバーさんの旅があったんだけどその2年後っていう設定なのかな。 はい、では「スュパーツ」はいいんですがお荷物はどうなってんだろうかやがて地平線の先にポーニー族の村が見えてきましたまるで荒野をさまよう旅人たちを歓迎しているかのようですジョンとアニーはポーニー族の村がどんなところか知りませんでしたが探している答えが見つかることそして地元の人々に温かく迎え入れられることを願いました では行ってみよう21マイルそうだあの旅のさペースとかを設定したいんですがジョンハーフムーン案内人そしてアニハーフムーン案内人チャーミングですチャーミングと勇敢いいねいいねそしたらですねあちゃ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 あれ動かないぞ これは設定ができないっていうことでいいのかな全く反応しないぞ。じゃあまあこのまんまでいいか。うん。どうしたどうした父さん、大丈夫ポーニー族の村に着いたら何か起こるか心配してる。いや、ただ旅の長さが気になってね。今までの人生でこんなに遠くまで歩いたことはないからな。それに自分はもう若くはない。でもしっかり休んだらすぐに元気になるさ。うーん。 アニーさんちょっとスタミナ減っちゃってますよ寝起きです寝起きのアニー優雅ですねまあオレゴントレールの大元である冒険がこのさらにね、えー、10年後ですからね景色が えー、若干違いますよね。とは言い,いつつね面影みたいなものは感じますよね。ババアいる <laughs> ババア求めて三千里土で覆われたポーゴニー族の住居が立ち並ぶ中村の喧騒と乾燥させた動物の皮の匂いがジョンとアニーを包みました村人の視線が集まる中二人は期待と不安に追われてます。 とということでびっくりマーク。ババアいるあリトルチーフびっくりマークあたりを歩いている村人たちが見知らぬ一行を興味深そうに眺めています。ででリトルチーフ。こんなところに旅人がどんどん増えたら聞かせてくれなぜこの村にやってきたんだここには兄を探しに来たのよ。兄は何年も前に家を出て毛皮の罠漁師になるために西へ。まさか 私たちは東の方で暮らしていたんだけれど最近その場所を追われてねそれで兄を探せば家族でまた一つになれると思ってまさかその兄というのは現在名を書いてブラックビーバーの愛称で親しまれてるあの人物なのでは毛皮の輪の漁師って言ったな若い頃冬の狩り場でレナペ族の何やっぱり男と会ったことがある偶然だけどあの時会ったのが君の兄さんだったかもしれない詳細詳しく詳しく彼自身について <laughs> そんなことよりもあなたのことについて教えてくださいみたいな詳細とてもいい人だったよ勇敢で賢くてユーモアのある人だった彼を家族だと言うなら君は幸運だ彼はカヒク・シュターカーつ森り白人と取引をしながらたくさんの冒険に出ていたよ残念だがそれから彼のことを見かけていない俺はリトルチーフ この村で下流をしてるんだ最近までね西へと勢力を広げる下陸ク・シかターかっこ白人たちに我々の土地を奪われてしまったんだ家族は争いを避けるためにすでに南へ向かったよ俺もそこに向かうところさそうしてフォートカーニー・カーニーカーニートリデができましたとさみたいなね <laughs> 決めたよ君には案内人が必要だし俺はこの辺りに詳しい準備ができたら俺も一緒に行こう君が兄さんを見つけるのを手伝うよ 大丈夫かなこの子。あんまり狩りが上手くないというか、産主が期待していなかったっていうね。狩りに関しては。そして、ワニキー。<noise> ひどい時代を、ひげしかで来たカリクシターカーたちが、私たちの領土を奪い、広げ続けている。しかも、彼らが病気を運んでくるとていう噂まである。あなたたちのような、他の一族も土地を追われて、私たちの近くに住むことを余儀なくされた。これからのことを考えると恐ろしいわ。ワチンサパ。 ラコタ族の襲撃はずっと続いてるし東からにはさらに多くの一族やってきてんの父は争いが起きてると考えて南に他の村の他の村と合理してることを考えているみたいそうするしかないかもしれないわね <laughs> ページページじゃないか今年はトウモロコシが豊作だった子供たちはいつも多くの恵みを与えてくれるんだメグちゃんでも覆われてしまうんだな取引まあ銃弾とさお肉ぐらいしかないんだけど 取引したがってるあ大事ななんじゃないブランケットそうだなじゃあ薬草だからこの辺を確実に手に入れてくれみたいなねそんなほのめかしに見えるよじゃあまずはブランケットエテニアさんかけるさんそうだねまあ条件交渉をするじゃあジョン自らシャピコーン起点さんその結果そうだねちょっと一旦あれ見せて。 うん、肉がいいかな肉にしとこっかな肉そして、えー、薬草絶対そういう不幸なイベントが起こるでしょおなるほどじゃあ肉だな条件交渉ここはじゃあ兄シャピコン起点後レシャレオ母面白いやつだ アニーハーフムーン、カッコチャーミングは、レシャレオ相手にジョークを飛ばしながら取引を。なにーそんな、そんな能力。最強じゃないか。チャーミング、チャーミング、最高。やった、もう、最高の相棒だぜ。えっ、ー、と、一応、柔軟。えっ、ー、と、肉ね。えっ、ー、と、もう一回見して。いろいろ減って。 まあでも自給自足すればいいと考えれば考えればですよまあこの先さ銃弾が宝の持ち腐れにならないっていうことを信じた上よ信じた上で、えー、条件交渉チャーミングな兄シャピコーン面白い人ねということで、えー、肉40いっちゃう肉40。 でもこれから3人旅になるとか <laughs> いっちゃえー、ね自給自足だからちなみにお肉51っていうのがこんな感じでオッケーオッケーオッケーさてと休みたいしてるまあ休んどこうか1日急いでるわけじゃないもんねよしじゃあ出発だ 行方不明の家族を見つ,けて見つけるあてもありませんがジョンとアニーは西に広がる大草原へと進むことにしました見つかる可能性は低いとはいえ探す場所はまだまだ残っています二人が出発の準備をしているところにさっき会った若いポーニー族の男がやってきました物資を準備してきたんだ蓄えておいた食料や薬を持ってきたのさ旅に必要だろ役に立つといいがグッジョブリトルチーフ 君の兄さんは西で見つかるはずだ。腕のいい毛皮のわなれよしだ。わなるよしはみんなそこで向かうからな。彼が今もわなるよしをあらてるんだからそ,っっとそこだけさ。ということで、トウモロコシ150やべ。ちょっと待って、乗るこれ乗るトウモロコシ細いさ。 あの、縦軸かける2ぐらいかける3ぐらいかな。君たちだけで遠くまで行くのは無理だよ。草原を越えるまでは案内してやろう。君たちが兄さんを見つけられると判断したら自分の家族のとこに戻るとするさ。ズンパ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 ンサンキューなんだけど、どうなのよ、リトルチーフ。あれから10年。あれから10年経ってさ、腕前は上がったのかいっていうことで、こっから設定できるんじゃないできねえな。あ、できたできた。そしたら、 えっと、満腹天国でいこう。で、えっ、ー、と、ワゴン。どうなってるうわすげえギリギリトウモロコシでけえでも、気力を回復してくれます。最高じゃんだから、これで気力アップこれで気力アップだしね。オッケー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 。オッケーだよ。あ乗らねえってまあ、でも、2ぐらいいいよね。うん。で、ちょっと見してよ。リトルチーフ。楽天的。 上か下か下そうだねじゃあ下行きましょうか到着まであと4日なんで狩り場が欲しいななんて思ってたんですがこんだけトウモロコシがあればね処分する問題ないでしょうジョン・ハーフムーンが驚いた声を上げ後ろに転びましたヘビか 蛇毒が全身何今捨てた薬草かける2をさまた拾い集めで行こうよすぐそこだよ心配はいらないよその辺のヘビはそんなに危険じゃないんだヒロハヒロハセネガで手当てすればすっかりよくなる幸いにも村を出るとき袋に入れておいたんだそれをウブデシが捨てました <laughs> それをウブデシは捨てました 広でが捨てちゃいましたリトルチーフが薬と清潔な砲台でジョン・ハーフムーンの傷を手当てしました幸いにも彼は完全に回復自分たちで交渉した分の約束があったからな <noise> 鹿を発見そんな出来事があったせいかリトルチーフの気力が下がっております馬がよろめき苦しそうな悲鳴鳴き声を上げましたなんと が割れたえっ、ー、と洗いますかおそういうのさ全部アニーさんに任せちゃうとおんぶに抱っこになっちゃうからリトルチーフ何リトルチーフは一生懸命ひずめを洗いました洗い終わるまでに少し時間がかかりましたがやがてひずめはきれいになりました サンキューちょっとこの世の終わりみたいな音が鳴った時はどうなったかと思ったけど牧草じゃあご褒美を与えよう緑が生い茂る草原に休、えー、む 今は数時間かけてゆっくり牧草を食べました。おかげで体力もすっかり回復しました。3人をのんびりと足を伸ばし、英気を養いました。トウモロコシでね。そしたら真ん中行きますか。リトルチーフだけがなんか妙に疲れてますね。父さん、また席がぶり返したようですね。大丈夫ですか大丈夫だ。ただの旅疲れさ。前にもそう言っただろう。 ぜえ健康状態マイナス1高熱やっぱり父さんは病気なのよ娘さんの言うとおりだどう見ても病気だよ僕の私の薬草を使おうこれで持ち直すと思うけど無理は禁物さ大丈夫だと何度も言っているだろう父さん全然大丈夫じゃないわでも必ず治るから安心してこの旅が終わる頃には兄さんと一緒にゆっくり休めるわよよしじゃあ早速早速早速高熱 使うあちょっと待って全然治んねえじゃん全然治らなかった薬草じゃあどうしようもないのか熱に関しては。 野生の馬の群れが辺りをうろつきのんびりとした様子でトレイルを横切りました馬の群れだうまくすれば捕まえられるかもしれない馬にとって平原で重荷を運び続けることはかなりの負担になるもし今の馬を手放さざるを得なくなったら困ったことになるからな決して簡単ではないぞ野生の大馬は動きが予想できないしとても危険だから 父さんやめてこのまま進んで兄さんを探した方がいいわ。ということでじゃあアニーさんが自ら行きましょう。自分がやる一度自分の馬をこの手で捕まえてみたかったの。マイ・リトル・ポニー。6時間経過、スタミナマイナス3。そして。 てんてんてん馬プラス1アニーハーフムーンは手なずけて新しい馬をした外転戻り2馬のサドルに馬をつなぎましたアニー今後はあんな向こう水な真似をしてはダメだぞこの辺りの土地勘がないのに動きが読めない大馬を捕まえようと走り回るのは危険だあめっちゃ減っちゃってんじゃんスタミナ誰かコーヒー作って。 狩り。ここにいる動物はおとなしくて人間を警戒していない狩りをするにはもってこいの場所さここにいる野生動物は故郷の動物とは違うようだ何か助言はあるか草原で狩りをするには土地をうまく読む力と射撃の腕が必要だこのまま進み続けることもできるがよかったら草原で狩りをする方法を教えようどのくらい捕獲するか考えておくんだ誰に狩りをしてもらいますかそれはもちろんチーフ 4あれから苦いたか腕前をお来たよ隠しアイテムとかあったら面白そうだよねこれを見てその発想に至ったんですけど <laughs> 当たるんじゃねえかと一瞬思ったけど チーフ,チーフそれあの、射撃のスコア低いと思うよ狩り終了お腹を押さえてるよお父さんリトルチーフは狩りで多くの獲物を手に入れ保管庫に肉120ポンドを持ち帰りました 動物の皮を適切に処理しようこの土地にゴミは一つもないんだ何でも食べ尽くすハイエナがいるからね我々もあらゆるものを活用しなくてはだ骨肉皮タンザブトン一個は時間をかけて動物の皮を処理してそこから数の、えー、そこそこの数の生皮を手に入れると生皮乗らないんじゃねえの生皮乗らねえんじゃねえのっていう話よ。 どんなよその生川だからどうするどうするぼこうするぼああするしかないんだよなああするしかないんだよしじゃあ牧草地家畜の疲労を回復じゃあそこに行こうまあひょっとしたら取引に使えるものなのかもしれませんけどねこの先ねわざわざ生川をねああやって集めてくれたっていうことはね お、どうしたヒヒーンシャーン突然馬が路上の何かに驚いて怯えて飛び上がりましたその勢いでアニーが地面に倒りましたこれはこれ以上無理かもしれない大丈夫薬草があるああ娘よなぜこんなことがお前に起こるんだお前までなくしたら俺はどうにかなってしまうよ大丈夫だこういう状況の対処の仕方について母がずっと前に教えてくれるんだ俺が旅をする時いつもこういうキノコを持ち歩くのさ 痛みを和らげて、治りを早めとおくんだ。こうして、噛んで、含んで、むしゃむしゃして、それを口からベロベロ出して <laughs>、そしてすりこむんだ。俺が塗ってあげよう。俺が塗ってあげるよ。ローションを、日焼け止めクリームを塗る要領で。リトルチーフ、アニーハーフムーンの怪我を治療するために最善を尽くしました。彼女の傷はまだ痛んでいる。さらに治療が必要ですが、とりあえず歩ける。 娘を救ってくれてありがとう、リトルチーフ。この土地のことがまだ分かんなくてね、ここに生えているものはなじみのないものばかりなんだ。君がいなかったらどうなっていたかおや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 くっついちゃうの、そこ。緑が生い茂る草原に出ました。動物に牧草を食べさせるのは。よし絶対休む。人間も休もう。 馬は数時間かけてゆっくりと牧草を食べましたおかげで体力もすっかり回復したようですんで馬が2頭になったことによって荷物は変わらない変わらねえのか <laughs> 3人はのんびりと足を伸ばし英気を養いましたでうぶち勘違いしていたけれどあの一番下のメーターは衛生状態でしたねなので、えー、とブランケットをじゃあお礼に一つリトルチーフに。 どうぞ思い出しちゃう母さんと一緒にさ1枚のブランケットを巻きながら過ごした冬の移動をハエの大群うるさい虫とても不快形成状態せっかく回復したのに <laughs> せっかく回復したって言うのブランケットだけでハエが入り込んじゃったちょっとちょっとアニーさんやばいじゃん じゃあここでうぶ主この薬草をアニーさんに投資しよう。 ラコタ家チで近づくにつれ一行は落ち着かない気分になってきました兄は自分たちの行動が監視されていることに気づきましたその時見張りの一人が声をかけてきましたまさか兄さんいやハンスかこれ以上先に進むのは許さないぞここはラコタ族の土地だ引き返すんだ引き返せそんなこと言わないでくれ原田は毛皮の 罠漁をしている家族を探して西部を目指してるんだどうかこの土地を通過させてくれ通過こちらには敵意がないんだお願い私たちは兄を探してるだけよ東にある私たたちの故郷は白人たちに奪われてしまったわ家族と再会したいだけなのよあなたたちの土地に長居するつもりはないわチャーミング行けラコタ族の男はしばらく仲間の見張りと話し合ったと再び一行を呼び止めました チャーミングが聞いたお前の兄が毛皮の罠漁師だと言うなら我々の土地で探すのは無駄だおそらく彼はもっと西にいるクロウ族と一緒にいるだろうここを通してやってもいいが最近はそういった旅人があまりにも多すぎるせいでこっちも狩りをしづらくなってるもし食料を73ポンド分けてくれたらじゃあ交換に同意するがあるんですけど条件交渉行けチャーミングチャーミング兄 そんな私たちは最低限の食料しか持ってないわ嘘ソかっこウソほに兄を探してるだけなのあなたたちに危害を加えるつもりはないわ悪いが通行料をっていうことねワーシーチューここではワーシーチューって呼ばれてたで、ね、ワーシーチューたちはタタンカを借り土を荒らす牧草地をめぐってポーニー族との緊張も高まっているトウモロコシマイナス66肉マイナス7 ありがとう我々の営地とその先に続く土地の通行許可を与えよう家族が無事に見つかることを祈っているぞまずは「ワンブリースカ」「我々はしばしば毛皮の罠漁師と取引をする」「彼らはここにやってきては毛皮と引き換えに医療や食料を手に入れるんだ」「でも君のお兄さんを見かけた覚えはないな」「タタンカ」 ティシラリトルチーフが好きそうな顔してるじゃん <laughs> 勝手に決め込むなって近くるじゃ多くの旅人が学を通過する誰もが故郷と呼べる新天地を求めて旅してのうっふん東ではワーシー中たちが何もかもをくだしてるらしいけどいつでだったらこんなことやめるんだかあはんそして千葉に。 チュマニさんもちょっとリトルチーフが好きそうな顔をしてるじゃん <laughs>。あたしの弟はミラハンツカの仲間になったの信じられるウッを信じられない。ワーシーチューは我々の土地に砦を立ててあらゆるタタンカを買って我々に戦争を仕掛けたっていうのにそんな奴らに仲間になったのよ。あはんとはいえ、そこの気持ちはわかるけどね、きっと弟はここに残った我々よりもずっと安全でしょ 取引今ワゴンがおおまあまあスカスカだな薬が欲しいとこですねそして銃弾肉トウモロコシまあ自給自足はできるでしょうからブランケットが気になるかなブランケットをお肉と交換そうだな再高する 肉じゃあ、兄、よろしくその結果、うん、じゃあ、肉と交換しよう、うん、こんなところかな、トウモロコシ一応見てみるけど、薬が欲しかったですねで、ここで生顔の取引もできたんでしょうね、じゃあ、とりあえず休みましょうか、スタミナ。 めっちゃ減ってるもんね。あ失礼。ここで、数日間休んでもいいと僕は思ってますよ。でんででーん。もう一日。2百名さらに、3泊目。その間、リトルチーフはさ、あの、女の子たちとさ、遊んでんじゃないのあれ あでも高熱も治っていくんだねこうやってねマイナス1ですけどねアニーのスタミナよしアニーのスタミナが重視だな僕はもうアニーのスタミナ重視でいくからちなみに食料って大丈夫まあリトルチーフがその時さ狩りに出てやってくれるからズンズンよしじゃあ出発だ 行ってみよう96マイル結構離れてますねそして入り組んでおりますじゃあ下一行はラコタ八重市を出発しました彼らの,の目標はただ一つ西へ進みクロウ族の村にたどり着くことです進んでも進んでも目的地には一向にたどり着けないようにも思いますがアニは兄に再会することという強い決意を胸に秘めて旅を続けました アニーはアニーに会うために <laughs> 自然由来の湿布来た湿布湿布体調が良くないってリトルチーフによるとこの地域に生息する特定の植物よしお願いしますリトルチーフがさ言い出したくせにさ自分もやらねえのか <laughs> そしたらもうアニーが行くしかないなアニーのアニ探し タピコーンさんスタミナマイナス1アニーはこの地域に関する知識を総動員してアメリカハリブキが大量に制作する場所を見つけました薬草プラス9根っこの外側をペーストにしてサンキュー どうした、突然ですがそのさ連れてきたジャジャウ馬がよくねえんじゃねえの <laughs> <laughs> 私だけのお馬さんとか言ってさ拾ってきたけれどこれ以上無理かもしれん。自分でささっき拾ってきた約束自分ですかそれそれさジョンのためのじョ娘をなぜこんなことをお前に怒るんだ大丈夫だこういう状況の対処の仕方はずっと母から僕もねボーナスゲームなんだ ありがとよ噛んで含んでペッペして塗りたくって君の背中を触りたい放題公的にそして触り放題ご褒美をさせてもらった上にジョンからは娘を救ってくれた恩人として見てもらえるっていうねそれさ実はさ虫ピンで馬のケツ刺してんじゃねえのそれ、ね、<laughs> 引き起こしてんじゃねえのこれおいリトルチーフ 歩いてる一時的でも馬の即隣だしさ怪しいよカリーじゃあ行ってきてもらおうか <noise> よろしくあこういうそっち系ねお今のはナイス 影が見えだからもう向かってったいいんじゃない ?70 ポンド。 動物の皮も取ってきちゃった乗るのかな果たして乗ったうんオッケーそしたら次なる目的地ハテナハテナの大冒険クロウ族の村まで残り60マイルですおや早打ち名人じゃないのあれ キャロラインさん、こんこにちは。レナペ族の旅人に会うのは久しぶりだわ。どこへ向かってるの僕の中ではキャロラインさんは恋人だと思ってるからね。恋人候補。レナペ族の見分けがつくのかい驚いたな。俺は娘と一緒に息子を探してるんだ。君には関係のない話だ。まあ、言語的に見分けがつくかもしれないし、なんとなくね、その雰囲気が分かってるんだね、キャロラインさんはね。私を信用できないのも無理はないわ。 あなたたちは頭部でひどい目に遭ったんでしょう私たち罠な漁師の多くがそういうことは避けようとしてるだよ。避けるチーズ。息子を探してると言ったけど、ひょっとして名前はビーバーあなたにそっくりな男性を知ってんだけど。ディデンビーバーブラックビーバーは私の兄の名前は兄さん。兄に会ったことがあるのね。ええ。 彼なら知ってるわ。私のタイプよ。私と同じ罠漁師で山以外じゃ滅多に合わないタイプよ。タイプなのよ。この辺の海側の罠漁師は絆で結ばれてるの。固い絆に思いを寄せて。何より、ビーバーのことは心から信頼してるの。知ってることなら喜んで話す。しばらく同行してもいいかしら受け入れるタン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 。これは心強い。 ビーバーは本当にすんごい男よ。武勇伝よく聞かせてくれんの信じられないような話よね。彼方で勇敢な人物には会ったことがないわ。本人は謙遜するだろうけど、その武勇伝の答え合わせがさ、家族と一緒になったことでやってさ、できちゃうんじゃないのあの話は実はさ、めちゃめちゃ持ってたみたいなさ。<laughs> よかった、頑張ってた実はジョン・ハーフムーンの話をさ、あたかも自分の話のようにさ、やってたりするんじゃないの聞いてどうしたの聞いて聞いて ここで始まっちゃう人から聞いたビーバーから聞いた武勇伝を話しちゃうみたいな。そうしたらまた彼が姿を消しちゃったね。まるで何年も行方知らずだったみたいな。嘘みたいに少し痩せていたけど本人気づいていなかったみたい。短い相手だったけど旅に同行させてくれてありがとう。ビーバーの家族と会えて光栄だわ。早く再会できるといいわね。きっと彼も家族に会えたら喜ぶでしょ話を聞かせてくれてありがとう。兄にまつわる話を聞いて嬉しいわ。そして離れていった。ランチしに来ました。ランチっていうか時間帯的に夕飯。 あーどうしたリトルチーフは靴、足を抱えて、お痙攣レッグでじゃあ今日は止まってつも一1時間、痛みが消えました、ジョン・ハーフムーンさん、全然疲れないね、高熱だっていうのに、お果実。 こいつはこの辺りの地域でよく見かける果実だね君たちの故郷に似たような果実があるのかは知らないがここでは薬として広く活用されているんだ昔母から収穫方法を教えてもらったよコツを知らないとツルツルしていてつかみにくいんだそこまで言うんだったらじゃあリトルチーフお手並み拝見方向感覚5薬草プラス3おやるじゃん やるじゃないか。ネタにしてやろうと思ったのに。で上に行くと収穫薬草ね。現在薬草のストックが9だから拾ってきてもいいんだけどこれ以上は無理なんだよな。だったらなんか、えー、知らないところに行ってみるのも面白いかもしれないよね。真ん中。 アニーさんのそのマイナスに回復してみようかボーナス果実ボーナスはいどうしたさてもうすぐクロウ族の村に到着するなそろそろ別れ時だ別れな時でもまだアニが見つかっていないのにここまで来て見放すなんてアニー 誰にも進むべき道がああるるんんだだよ。あるんだよ。<laughs> 君たちの努力には敬意を表,表するよ。でも俺にも守るべき家族がいるんだ。今頃彼らはかなり南の方を進んでいる。すぐにでも合流したいんだ。クロー族の村はここからそう遠くはない。そこで助けを得られるだろう。君は若くて賢くて腕のいい案内人だリトルチーフ。ここまで助けてくれて本当にありがとう。 わかったわ、リトルチーフ、ありがとう。兄に会えたら、あなたが助けてくれたことを必ず伝えるわね。そして、めちゃめちゃおしゃべりだ。余計な言葉で知らない人、他人に喋っちゃう。その兄がめちゃめちゃ盛りつけた、盛りつけた状態で、ハードモードで、またキャロラインさんに話すんでしょうね。あなたが無事に家族と合流できることを祈ってるわ。そんなキャロラインさんはまた違うパーティーと合流して、さらにその話を、もってもってもって話すんでしょうね。また会おう。さようならだ。 父さん行きましょう。クロー族の村にできるだけ早く到着したい。じゃあ走っちゃういいよ、ペース上げても。なに、またひずめが。まあ、こんな風に言ったからね、おいらのひずめは割れちゃってるよっていう自己主張をしてくれました。じゃあ、ア、え、ニーさん。いや、アニーさんがや、いや、ここで、アニーさんは優しいんだよ、お友達だよって言って。 仲良くなるかもしれないというルートもあればこれまでの責任の裏見てて今まで以上に飛びかかってやるというパターンも <laughs> あるんですがどうなるでしょうかシャピコーンアニーハーフムーンは馬を小川のほとりに連れていきました小川の流水がひずめの汚れを洗い流し馬は再び旅を続けられるようになりました 深まった絆それにしてもジョン・ハーフムーンさん全然疲れないね焚き火を丸く囲んだおおそらく以前の他の旅人が残していった並みなや重ちだここを使わせてもらおう11時間お話をすることによって 情報が開示されるっていうねと言いながらスタミナ回復でも面白いよねたとえ家族親子でもさ話をしてみないとさわかんないわけじゃない幼い頃は一緒にね触れ合う時間が多いですけど学校に行き始めたりするとねまた違う娘のバージョンがアップされるから時間が経てば父さんの病気も治ると思ったんだけど。 予期せぬ試練何大丈夫あと1週間以内に収まるさあれ,あれあれあれそんなわけないわ悪化してるじゃないなんとかするから心配すんなお前の兄さんが見つかったら静養するようんじゃあウ p ヌシはそれをねすかさずすかさず薬草でピン 天頭、馬の一頭がよろめき、それ以上先に進もうとしません。怪我をしたのかもしれません。馬を休ませてあげましょう。一日くらい休んでも兄の探索には問題ないわ。いや、このまま進むべきだ。ここで一日多く過ごすということは、この辺りの部族から襲撃を受ける可能性が上がるということだ。危険すぎる。どうしますか馬を離す。馬を休める。旅を続ける。でもな、 絆深めたわけだから休もう馬を少し休ませることにしました馬は休みながら力を蓄え強い意志で最悪の状態を乗り越えました最悪はさ襲撃できたらお馬さんに乗ってもう荷物は捨ててお馬さん乗ってパカラッ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 て言ってさ一木さんに目的地に向けて行けばいいじゃだけどだってあと1マイルの話よジョンさん 到クロー族の村に到着しました残念ながらビーバーがいないビアワチイチシュようこそ旅人さん私はビアワチイチシュどうしてこの村に来たのクロー族と取引をするため兄のビーバーを探してるの彼が毛皮のマナ漁師をしていることを知っている彼を探して西まで旅をしてきたあなた ブラックピーバーの妹彼なら会ったことがあるは少し変わっている人よもっとおかしな人に会ったこともあるけどここで商売をしていたけど数日前に出発したわ。今年のランデブーに早く参加するためじゃないかしらランデブーって何夏に毛皮の罠漁師が一堂に会して商品を売買するのその体でいろんな異性に会って。 エッチ,ラホチラするの <laughs> 今年は南西にあるグリーンガーで行われている。私もエッチラホッチラしたい。あなたの兄さんも毛皮の私をしたらきっとそこにいるはずよ。私の仲間も大勢参加する予定だ。だからキャロラ,ラインさんも一緒奥さんにエッチラホッチラ,ランディムしに行ったわけで。兄は興奮した様子で父親の方を振り返る。私もエッチラホッチラしに行きたい。長い旅の末にとうとう2人は探し物を見てけど <laughs>。 ランデブランデブっていうイベントを探し戻っ他の,ウラウラのたちだごめんなさい皆さん笑っちゃって西へクリア喋れてない最近もうねむしねもう笑い女房になっちゃってさおめでとう ジャーニーニをクリアアニハーフムーンは兄の消息について多くの事実を知りましたさらに彼のエモーションに関する情報も入手できましたジョンは自分の長引く病状が気がかりながらも息子と再会できる日を心待ちにしていますでってでートレイルマップいやー面白かったな 一つ一つ単発なミニゲームみたいなね、ものだと思っていたら、ちゃんとつながりがあると。えっ、ー、と、ランデブーというのがアンロック、えー、された理由がね、今回のこの西絵の中にね、ちゃんと描かれていましたね。はい。皆さん、最後までのご視聴どうもありがとうございました。次回の動画ももしご興味がございましたら、ぜひごアクセスください。お待ちしています。それでは、またね。さようなら。笑っちゃってごめんね。<laughs>